4月11日午前の取引が終了しました。今日の日経平均株価は3営業日ぶりに反落しております。昨日と比べて89円39銭安の 18,708円49銭で午前の取引を終了しました。朝から薄く広く売り注文が先行して始まりました。昨日のアメリカのマーケットは株価は小幅上昇しました。ただ為替相場はやや円が買われまして、円高ドル安で戻ってきました。東京市場でも1ドル110円台後半ということで、昨日と比べますと為替が円高に触れたということが全体的な買い手控えムードにつながりました。さらにはリスク回避のムードが強かった要因といたしまして、やはり地政学リスクの高まりがあります。朝鮮半島情勢の緊迫化などを映しまして、積極的な買いが手控えられて、全体模様眺めが強いムードの中で下げたという動きでした。値上がり銘柄数全体の約 29% の580銘柄にとどまりました。これに対して値下がり銘柄数が約 65% の1305銘柄ということですから、かなり値下がり銘柄数が値上がり銘柄の数を上回ったという状況で、日経平均株価89円安というよりももうちょっと地合いとしては弱かったかなという印象もあります。規模別で見ましても、大型株が7ポイント安、中型株指数9ポイント安、小型株指数14ポイント安ということで、それほど大きな偏りは見られませんで、全体的に薄く広く売られたという状況です。もっとも売られたと言いますよりも買いが手控えられたという状況でもありまして、商いは低調でした。売買高は8億5200万株余り、売買代金は8516億円ということで、1兆円はおろか9000億円にも達しませんでした。このあたりを見ると、どんどん売られたというよりもやはり買いが手控えられて下げたというのが正しいように思います。このところ昨日あたりやや戻しておりました輸出関連、自動車などの輸出関連、あるいは金融株など主力のところに売り注文が全体的に広がって全体を押し下げたという動きであります。買われたのは内需系、あるいは景気の影響を受けにくいディフェンシブ銘柄の一角ということで、全体の下支え役としては力不足といった印象があります。こういった中で今日売られた銘柄で目立っておりましたのが、東証2部の銘柄ですが、シャープ6753、下げ止まりません。今日で5営業日続落、先週後半から下げ続けておりまして5日続落の動きでした。しかも前場段階で昨日と比べますと 11% 以上を下げたということで、46円安と大幅続落の動きとなっておりました。特に新規の悪材料は確認されておりませんが、今月の3日に504円という直近の高値をつけたということなどもありまして、個人投資家などの利益確定を急ぐ動きが続いているという見方が市場では聞かれております。逆に上昇した銘柄としましては、石川製作所、こちらは大幅続伸です。前引け段階で 16% を超える急騰と、今日も大幅高となっておりまして、引き続き防衛機器を手掛けるというテーマ性が買い材料視されて、個人投資家などの資金流入が続いているという状況にあります。以上、今日前引けの模様、東証アローズからお伝えしました。